皆様ごきげんよう。占い館ルーチェ代表の沙織です。いつも私たちの動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。今回の動画のテーマなんですけれど、お仕事運をアップするおすすめ風水ということでお話をしていこうと思います。これから春になってお仕事の内容が変わる方、部署代わりの人とかもね多かったり、人によっては転職、就職などで新しい会社でお仕事をスタートさせるなんていう方もいらっしゃるかもしれないですけれど、そのお仕事運を上げ上げでいくようなアドバイスをですねさせていただければと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければ嬉しいです。それでは画面を切り替えていくのでしばらくお待ちください。それでは早速お仕事運アップの簡単風水術をお話ししていきます。まず一つ目に、お仕事部屋や玄関をお掃除する。普段仕事をする机、仕事部屋を整えると良い気が巡り仕事運がアップします。外で仕事をされている方であれば、木の出入り口である玄関をお掃除しましょう。玄関には玄関マットを敷くことで、外から持ち込んだ悪い気を吸収してくれます。風水では運気は足元からやってくると考えられているため、仕事に履いていた靴をピカピカに磨いておくと、仕事運だけでなく金運もアップしちゃいますよ。次に枕の位置についてお話しします。枕の向きは東がおすすめです。風水で東は木の木を表す方位であり、仕事運アップに関わると考えられています。太陽が昇る勢いのある方位なので、やる気を上げたい時には東枕にするのがおすすめなんです。東の方位には勉強、仕事、成長、発展などの意味があるため、東枕にすることで新たな仕事や勉強への意欲が湧き、成長につながります。仕事をより発展させ業績を伸ばしていけますよ。次に、上に伸びる観葉植物を玄関に置くのがおすすめです。仕事運アップのためには上に伸びる観葉植物を玄関に置きましょう。木の出入り口である玄関に置くことで家中に運気を広げられます。仕事の中でも成功や発展の運気をアップさせたいなら、葉先が尖っているユッカやドラセナ、シュロチュクがおすすめです。鋭い木を持つため仕事への活力を上げてくれますよ。最後に、青色の小物や文房具で勉強や仕事をはかどらせるというのがおすすめです。今回の動画はいかがでしたか？皆様が日頃取り入れやすいような内容でお仕事運をアップするという方法をご紹介させていただきました。ぜひご活用いただいて運気上げ上げでいってほしいと思っています。また個人鑑定ではその方その方のお悩みやご状況などをお伺いしながら、より詳しく鑑定やアドバイスなどもさせていただいております。鑑定については概要欄にあるリンクからお申し込みなどもいただけますので、よろしければぜひお気軽にご相談いただければと思います。また皆様に楽しんでいただけるような動画をこれからも作ってまいりますので、引き続き応援していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。 YouTube 以外にも TikTok、Instagram もやっております。合わせてフォローといいねの応援をよろしくお願いいたします。